皆さんどうも、ルータンこと桜庭瑠璃です。始まりました、桜庭瑠璃チャンネル。今回もご視聴いただきありがとうございます。よかったら最後まで見てってください。はい、ということでちょっとここでチラッと見えてるんですけど、今回は私のオフィシャルショップで販売されているおにぎりん T シャツ、そしてファーストフォトブックについてのご説明をしたいと思います。はい、まずですね、このこれが私のオリジナルアバター、ショールームにて配布しているアバターの突撃おにぎりんというアバターです。で、その下にルリってこれが書いてあるんですけど、これがですね販売しています。で、このおにぎりん T シャツがサインなしが3,500円で、サインありが4,000円となっています。で、このおにぎりん T がですね、日本人の体型に合わせて作られた、計算し尽くされた 1.5 センチ幅 V ネック T シャツです。首元から爽やかに印象を変えたい人におすすめです。首元をタイトに見せ、シンプルながら素材にこだわった設計です。定番と一味違うおしゃれ感、着心地も満足する V ネック T シャツです。はい、ということでこれあのサイズがワンサイズなんですけど、メンズサイズで作られてます。綿 100% です。はい、でサインありの場合は、まあ、サインだけでなく、その方のツイッターだったりショールームの名前を教えていただければ、それプラス、まあ、メッセージとかをこの背中にたくさん書かせていただきます。はい、で、まあ、結構これも販売して半年以上経ったのかな、なんですけど、まだまだあの在庫がたくさんあります。はい、なのでぜひ皆さん、もう持ってるよって方も、いや、まだ持ってない、知らなかったっていう方々、ぜひご購入してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。このね、 T シャツは下の概要欄にてオフィシャルショップ飛べますので、ぜひご覧ください。まあ、これからね、もう今春ですし、これから暖かくなってくる季節、まあ、十分にこれ着れると思います。で、結構ね、あの生地もしっかりしてるので、これ1枚でも着ることができます。はい、で、なんとそれに加えてこのファーストフォトブックも販売しております。わーい。はい、このファーストフォトブックがですね、花岡さん、プロのカメラマンの花岡さんに撮っていただいた写真になるんですけども、こちらがルリ桜庭ファーストフォトブック。はい、この T シャツもこのフォトブックも私プロデュースなんですけども、まあ、T シャツに関してはドカーンと載せたいという思いがあったので、今回大きく載せて、で、このフォトブックもですね、もう何百枚って写真を撮っていただいたんですけど、その中から厳選して A5 サイズフルカラーで32ページ載っています。はい、で、この人気ファッションカメラマン花岡さん撮影のファーストフォトブック、アイドル歴1年を超えてファーストフォトブックを発売です。大迫力の A5 サイズフルカラー32ページで写真選択レイアウトは私が全てプロデュースしました。で、あのサインを書いて、あとお名前を書いて郵送させていただきます。はい、で、これがですね、ちょっとあまり見せれないんですけど、全身写真、上半身だったり、あとは衣装に関しては、まあ、全部私服なんですけど、衣装は全部で3パターンあります。はい、結構普段の私から、あとは結構大人っぽい感じかな、そう、手も取ったり、かっこいい私だったりも見れます。もうね、普段するようしたことないようなポーズをさせていただきました。はい、という感じでお気に入りの桜庭瑠璃を見つけていただいたらと思います。ちなみにね、私のオリジナルソロ曲の「睡蓮コール」で販売されているあの曲をダウンロードしていただいた時、私の写真が出ると思うんですけど、それはこちらを使っています。という感じで、いろんな桜庭瑠璃が見れますので、ぜひご覧ください。こちらはですね、このファーストフォトブック2000円で販売しています。ですが、なんとですね、この T シャツとこのフォトブックセットで買っていただく場合、遠足おにぎりセットっていうのがあるんですけど、遠足おにぎりセットの場合5000円で買います。わーい。はい、なので別々で買うとね、サインありと、あとこのフォトブックだと4000円と2000円なので6000円してしまうんですけど、おにぎりセットだとなんと1000円もお買い得な5000円で買えるというね、なんて優しいオフィシャルショップでしょうか。はい、という感じで販売してるので、こちらのね、フォトブックもまだまだ在庫たくさんありますので、まあ、いくつあってもいいんではないでしょうか。はい、ということで皆さん、ぜひよろしくお願いします。いろいろね、こうやってフォトブックだったり T シャツとか、まあ、着なくても飾るだけでも十分ですし、お部屋の一部に桜庭瑠璃コーナーなんかをね、作ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、下の概要欄からオフィシャルショップ飛べますので、ぜひ皆さんご覧いただけると嬉しいです。サインありなどね、メッセージは本当に私一つ一つ心込めて丁寧に書かせていただきます。ちなみに、そのサインありの
この T シャツに書くと、まあ、布ペンなので洗っても落ちません。なので他に色移りするとかはないので安心してください。という感じで皆さんぜひこの突撃おにぎりん T シャツですね、はい、おにぎりん T シャツとこのファーストフォトブックぜひご購入いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そんなこんなで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上、ルータンこと桜田瑠璃でした。バイバーイ。